どうも皆さん、こんにちは。坊主でございます。沖縄に帰ってきました。ちょっと沖縄っぽくなってない？ひげ伸びて。まあまあまあ、とりあえず沖縄帰ってきてまだ3日目なんですけど、朝の6時ぐらいですね。まだ時差ボケがあって朝早く起きてしまったんですけども、まあ、どこ住むかと、僕な1年いんのかな、2年いんのかな、わかんないですけど、アパートとかどうしようかなと思ったんですけど、幸いのことにね、僕の実家の近くに空き家があると、それを結構格安で使っていいよということで、提供してもらいまして、見せてもらったんですが、沖縄の住宅でいうトタン屋根の、家なので、かなり、まあ、もちろんニューヨークとは違うし、東京ともなかなか違うんですけれども、まあ、とりあえず初期の段階を、ビフォーの段階をちょっとツアーしてみたいと思います。まあ、ここがまあ玄関でしょ。この若干この緑が見える感じで、まあ、これが玄関ですね。この引き戸というんですか、ドアじゃない感じね、この感じで、ここにこの謎の白い板があるんですけれども、親父の方がなんか使ったらいいんじゃないって言うんですけど、なんかね無駄にでかいっていうのがあるので、ね、多分これは撤去すると思います。で、ここに押し入れがありまして、年代物の換気がここにありまして、で、間取りとしては 2DK かな。まあ、ここが一応寝室、クーラーがついております。沖縄には必須ので、まあ謎のレースのカーテンがありまして、で、換気でしょ。このバカでかいこのシルバーラックね、実家に余ってたから、実家ここから徒歩30秒ぐらいなんですけど、実家に余ってたから使ってと。だからちょっと僕方言が多分出てき始めてるので、これがちょっといろいろ変化していくと思うんですけど、僕のイントネーション、これ使ったらいいさってことで、なんか置いてます。で、このシルバーラックね、で、この謎のねシングルサイズのベッドがここにあるわけですけれども、これね、僕がねアメリカ行く前に使ってた11年っていうかもう20年ぐらい使ってるベッドなんですけど、なぜかそれを取っておいたらしくて、なぜかそこの上に畳が敷いております。これはちょっとなぜかわからないです、聞いてません。ここにベッドがありまして、で、これが一部屋でしょ。で、この謎のドリスバンノッテンを彷彿させるこの生地で作ったカーテンがなぜかここに設置されております。まあ、結構このカーテンの柄は嫌いではないんですが、果たしてキープするのかどうかという感じで、まあ、引きで取るとこういう感じっていうか、これちょっとね、まあ変えないといろいろとビジュアル的にもきついものがあるので、で、ここでまた年代物の変色したプラスチックの感じね。まあ、ここにまあ窓ありまして、で、ここにキッチンですな。で、ここに謎のドア、外につながるドアがあります。なぜか2つドアがあります。どう使うんだろう。ここにキッチンがあるってことは、まあ、2人で誰かと一緒に住むん、いや、うーん、まあ、換気がなんか新しくなったみたいですね。換気が無駄に新しいですね。で、この謎の、まあ、ラックがありまして、まあ、謎っていうか、まあ、普通なんでしょうけれども、トイレがね、こんな感じ、意外と好き。ここに換気もあります。この謎のテープがね貼ってありますけども、結構このなんか独房風、韓国風トイレが、トイレがね、あるんですけれども、この色あせたプラスチック定番になってますけども、こんな感じ。これね、ポットン便所らしいですっていうのも、まあ汲み取り式なんか、この立地上なんだっけ、下水が通んないんだったから、なので、まあ匂いもないから、まあ水は通ってるけどポットン式らしいです。田舎ならではなのかな、これは。で、ここが、
シャワールームですね。あのトイレとあのシャワー別でございます、まあ、気にしないけど一応行ってこうかなと思って。これ今換気壊れてるんですけども、結構このまた独房風な、独房というかこの独居房的なシャワールームでございますね。この角度わかるかな、この斜めってる角度。これね、まあなんか置かないと何もね、あのボディソープとかも床に置くスタイルになってしまうわけですけども、まあそれもいろいろ揃えようかなと思ってますね。この謎のキャラクター、まあこんな感じ今のところ。だからまあロン毛の新居とはあの全然違う、いい意味でも悪い意味でも。まあ広いしね、2人1人だったら結構ね広すぎるのがあるから、どうしようかな。あとねベランダがねある。やっぱまあ土地はちょっと広いっていうか、田舎だからそんなに狭さはないかな。この謎のベランダ、まあ、ここでチルしてもいいですよね。多分瞑想とかするのかな、ここで。俺はこういう感じ。まあまあまあこんな感じ。一応ビフォーとして撮りました。なんか結構 見れば最初見た時僕びっくりしたんですけど、でもねありじゃないと思いますね。とりあえずこれビフォーとして記録取っておきます。どんぐらいかかるかな、1週間2週間3週間4週間かかるかな、一人で。まあ親父も引退してるのでいろいろやろうかなと、家具作るというかあのやろうかなと思ってますね。でもねあとねアンティーク、あのな、まあ、あの ニューヨークのノリであのリサイクルショップとか行ったらおしゃれなランプとかあるかなと思ったんですけど、やっぱないですね。あのそれは、まあ、もう完全に見当違いなことをしてしまいました。でもまあ意外とね実家にね物がたくさんあるんですよ。なのでねパクってこようかなと思ってます。まあそんな感じ、まあこんな感じで、あのどんだけ変わるか、まあ、見ておいてください。あのこれのビフォー&アフター撮りますので。でも気持ちいいっすよ沖縄、涼しいしね。あのニューヨークより多分涼しくなると思う。なのでまあ、どんぐらいいるか分かりませんが、あの今これで記録取っておきます。じゃあ坊主でした。ちょっと怖くない、そうでもない、お化けでそうじゃない、この感じドゥルンみたいな、なんか映んじゃないのっていうね。でもこの髪の感じ結構好きかな俺。どうもこんにちは、坊主でございます。皆さんお元気でしょうか。沖縄はついに入ってジメジメしております。沖縄に帰ってきて2週間ぐらい、沖縄に帰ってきて最初の一発目の動画かな、僕が今住んでるところをちょっと紹介したいと思います。まあロン毛も紹介してましたけど、まあロン毛ほどおしゃれほどでもないですが、あのビフォー&アフターの動画も含めてちょっと見せれたなと思いますので、まあ行ってみましょう。あとこれですけど、あの僕の寝巻きです。だいたいこれであの朝はうろうろしてます。ニューヨークから持ってきたやつですごく涼しいですってことで、まあまあそれは置いといて行ってみましょう。まず玄関ですね。まああのビフォーとかあってあの変わったことあんまないですが、まああのバカでかい真っ白板は取りました。で捨てました。でここに入ってきて、ここがまあベッドルームというか何と言いますか、あの僕が寝るとこですね。カーテンはまあレースから普通に白に変えて、まあクラはもちろんそのままで、ライトは全部 LED にしました。まあ合計4つかな、4つは LED にしました。ライトに関してはね、あのこれ配線がねあの繋がってないので、この紐でしかオンオフができなかったんですよ、この紐。だから普通になんかニトリとかで売ってるあのここにカポってはめる、このフックのところにカポってはめるすごくミニマルな LED にしようかなと思ったんですが、それがねスイッチがないと、あの
この外部にスイッチがないとオンオフができないと、まあもちろんないですけど、このスイッチは多分外につながってるから、多分ね、違うかな、わかんないけど、これここは効かないから、効くのか、効かないよな。だからまあそのひもありというかオンオフありのものつけないといけなかったから、ニトリでなんか裸電球みたいなの買って、でこの謎の傘は、皆さんご存知の、バーベキューとかで使うあの紙皿でございます。紙皿をクロスプレーで一応傘として使ってますけど、傘もねシェードもね高いんですよね。あのなんかアンティークとかで見たらね、ブルックリンで30ドルとかで売ってるシェイ、あのランプシェードがね300ドル、3万ぐらいで売ってたりするので、やってらんねえよと、ということで一応あの紙皿をあそこに置いてあります。もうちょっとでかいのがあったらいいなと思います。俺が一番でかいやつだったから、果たして意味があるのかって感じですけど、まあ裸電球よりはマシじゃねってことで一応つけてますけど、まあなんかあのどっかで見つけたら買え、その都度変えようと思っております。でこれはベッドね作ろうと思ったんですけど、パイプ、あの水道のパイプとかで作ろうと思って、あのいろいろ試行錯誤しようかなと思ってたんですけど、まあ作り方分かってるし、僕の兄ちゃんが水道屋なので簡単に手に入ると思ったんですが、あのいろいろ実家の方、ここから徒歩30秒ぐらいの、あの実家の方を見てると、まあ畳が余ってたと、畳が余ってて、その倉庫にベッドの骨組み、あの僕が使ってたベッドの骨組みとか他のどっかからのベッドの骨組みとか余ってたから、これでいいやんっていうことになって、見せると、まあこう掛け布団、敷布団か、掛け布団か、掛け布団をめくると畳がありまして、これ畳2枚ですね、畳2枚あって、で下に、スノコがあります。このスノコはなんかベッドとかにあの使ってたやつが余ってたのでそれを使いました。なので畳2枚合わせたから 90×2 だから180×180、だいたいキングサイズとはいかずとも、あの、まあ、クイーンぐらいはあるのかなって感じ。広々でございます。まあ、広いしね。あの、一人には。まあ、これぐらい贅沢に使っても、ええんでねえのっていう感じ。で、まあ、ここが机と椅子。椅子は実家に余ってたものを持ってきました。で、この机は、この板は、まあ、使ってなかった。壊れてた椅子があったんですけど、それを解体して、色を塗って、でこのテーブルの足も使ってないテーブルっていうか壊れてるテーブルか、壊れてるテーブルがあの庭にあったので、僕の実家のそれを、クロスプレーで、ペイントして、まあくっつけただけですね、くっつけただけ、まあミニマルな感じでええんでないのと思っております。あとこれに置いてあるのは、まあ、置き場所がわからないので置いてあるのもあるんですが、友人からもらったマルジラのペンがあります。ペン立てがあったらいいなと思いますね。で別の友人、あの僕の元ルームメイトのアレックスがあの作ってくれた、焼き物にロンゲが扱ってるオーケストラルのパラサントを置いております。たまに焚いてますね。でまあ本、このテーブルを使うのは本読むときぐらいかな。僕大体立ってるんで、作業するときはあのスタンディングディスクでやってるので、ここはまあリラックスするところですね。まあここで本読んだり、あそこで本読んだりしてますけど、まあ欲を言えばここに白い壁があるから、ここにプロジェクター置けて、うん、スピーカーも置けるかなとなんとなく思ってますけど、いるかな、いらないかなって感じですよね。まああのドリスパンノッテみたいな刺繍のカーテンは白いカーテンに変わって、でまあもう一つ窓があって、でこの椅子はもらってきました。あの僕の兄ちゃんの嫁さんが昔使ってたやつがなんか余ってるから、じゃあ使ってみるってことで僕は譲り受けました。でズズズっと言って、ロン毛と被ってるんですが、ロン毛の持ってる棚のちっちゃい版、これも実家にありました。
組み立てて、まあ帽子かぶんないんですよね、沖縄暑いから。このウールのやつだとね、なかなか暑いのでね。でここにちょうど高さを調節してスタンディングディスクとして使っております。だいたいここで作業してますね僕は。で、まあ YZ で働いてた時のキャンドルでしょ、 YZ これももらったやつですね、働いてる間に。で、まあ、アクセサリーがありまして、まあこれこのなんか YZ のやつにはなんかあのハードディスクとか、あとまあ、なんですか、そのお出かけ用のグッズがいろいろ入ってますね。歯ブラシとかも入ってるかな、このペンケースには。で、まあ、靴はね、まあ、あんま僕ないんですけど、アディダス、Y3 の 4D、僕、記念にあの購入したんですが、まあ、履かないので、でも、寄付するのもと思って、一応、この一足は履いてないけど、持ってきました。でも、多分、売ると思います。メルカリとかで売ってみたいなっていう思惑はありますね。まあ履いてない、試着のみなのでいいんじゃないのと思いますね。なんか欲しい人いたらメッセージください。売ります。ボリスですね、僕がずっと使ってる。もう汚くなってしまいますが愛着が湧いてきました。でここもボリスですね。ボリスが左で、まあ、Y3 のブーツですね。まあ冬用にずっとこれを履いてます。これの名前がね、リョウなんですよ。リョウハイなんですよ。あの、まあ、それはバリコレデに出たリョウっていう俳優さんかな、俳優さんの元に、あの、つけられたブーツなんですけど、結構あの、Y3 デザインストゥディオは結構、着用したモデル、そのアイテム着用したモデルが、そのスタイルの元になってるのがあるので、そのリョウさんが履いて、くれたおかげでこのブーツがリョウという名前になりました。もちろんあの購入しました。でボリスはずっと使ってるやつですね。いい感じにくたびれてきました。まあ、全体的に言うとまあこんな感じ。まあロングと同じようにあんま物がないので、まあ物はあると言っても全部このバカでかい収納に全部入ってるので、まあ服とかあとなんかね、その他もろもろの雑多なものは全てここに入ってますね。でキッチンに行くと、冷蔵庫は買いました。なんてとこあったかな、まあ、2万ぐらいだったかな。冷蔵庫はなかったので、あるかなと思ったらなかったですね。冷蔵庫はただでもらえるのがなかったですね。でまあニューヨークから持ってきた電子歯ブラシ、と、まあ、フレンチプレスでしょ、ソースパンでしょ。これ、琉球グラスは家にありました。あの、沖縄あるあると思うんですが、結構ね、あの、いろんな引き出物というんでしょうか、結婚式のお祝いとかでいろいろ集まってしまうというね。で、このキャストアイロンの、フライパンも家の倉庫にありました。でこの鍋も家の倉庫にありました。この木のまな板も家の倉庫にありました。あとなんだ、つけたものといえば、買ったものといえばこの浄水器か、浄水器を買いました。なんかあの普通にフィルターがついてる水入れが売ってなかったから、これはなんかニトリで買いました。あとはねこの棚も家の倉庫にありました。ほとんどね、お金がね、かかってないかな。と、まあ、ここはこんな感じ？こんな感じ？で、まあ、トイレもね、まあ、まあ、あんま変わってないですけど、まあ、ちょっとこういうパラサントと、植物を置いてみたり、マッチがね、あのまだ僕あんまそんなに出歩いてないので見つけられないんですが、マッチがあったらもうマッチでいいですよね。なライターじゃなくて、てかパラサントじゃなくて、あのマッチ、なんか匂い消しのためにマッチ使う人結構いると思うんですけど、あの使ってない人はちょっとマッチ使ってみてください。あの火にはまあ十分気をつけて、あの用を足した後にあの一瞬マッチ吸って、その煙、その一瞬吸って一瞬すぐ消して、そのマッチの煙をあの
マッチの煙で一瞬で、そのトイレの匂いが消えますので、まあ、豆知識として使ってみてください。マッチ。おすすめですよ。パラサントもいいですけどね。で、まあ、風呂場は何とも言えないですよね。あんま、まあ、何も変わってないです。で、家にあった石鹸をね、また、これまた家にあった茶こしをね、ぶん曲げて、ここに置いてます。まあ、この石鹸がなくなったら、また別のこと、まあ別の感じに、多分普通に自家保険すんのかな、ボディーソープ。冷水シャワー、ほぼ毎日、ほぼっていうか毎日か、浴びてますけど、沖縄はやっぱり気温が高いのでね、ぬるいですね。すごく、なんか痛いレベルとかじゃなくて気持ちいいです。いいのか悪いのか。果たして効果が半減してるのかしてないのか。あとはなんだろうな。あとはまあこんな感じ？まあ、暮らしやすいっすよ。あと、中庭にね、中庭というか、共同スペースというか、ところにね、畑があるのでね、ほら、畑があって、最近耕したんですけれども、コンポスト持ってね、ここにね、ハーブやら野菜やら、食えるやつを入れようかなと思っております。まあ、ええ、こんな感じ？これが一応のアフターです。多分もう、まあ、ちょこちょこ変わっていくかも。あと襖取ったのか。襖がなんかいろいろ目線を邪魔してたのがあるので、襖が何枚あったんだ？ 3 枚、 4枚、5枚か、5枚ぐらいあったんですけど、ここに3枚、あそこに2枚だったかな、を取ったから、まあ広々してるんじゃねえのと思っておりますね。まあこんな感じです。ってことで、まあまあまあこんな感じですね。僕が今住んでるのは、まあ欲を言えばね、スピーカーとかプロジェクターとか、あとね、いい感じの間接照明とか、まあ、キリがないんですが、欲しいもので言ったら、必要なものって言ったらね、今んところそんなにないかな。まあ、欲しいものは欲しいんですけど、まあ結構ね、一晩二晩寝てみて考えれば、まあ一晩寝かせておいて考えてみれば、いらないっちゃいらないから、まあなんか、巡り合わせっていうか、そんなに無理して探す感じでもないかなと思いましたね。なので、まあ高価不高価、僕の実家がすごくたくさん物を溜め込む人たちだったので、いろいろ倉庫とかも一つ一つ点検して使えるものがないかいろいろ探して、まあ結果こういう感じになって、あんまお金か、まあかかりましたけど、お金買ったのといえば、なんだろう、冷蔵庫でしょ？冷蔵庫2万円ぐらいでしょ？ LED ライトでしょ？なんだ？掛け布団は買ってねえか。掛け布団も。シーツ？かな？うん。まあ、そんなもんなので、意外と、低予算で抑えられたんじゃないかなと思います。なので、参考になるのかって、まあ、実家が近くにないとっていうか、まあ、結構環境というかシチュエーションが限られてくると思うんですけども、なんか、こんな感じ、なんと言っていいか、ロングと同様に、あんまり物がないので、かなり快適に暮らしておりますね。扇風機欲しいかなと、そろそろ暑くなってきたので。クーラーは一応ありますけど、多分使わないから、果たしてどんだけ暑くなるのか、7年ぶりの沖縄なので、ね、全く想像がつかないですけど、今のところはこんな感じですかね。また、まあ、多分次アップするときは、おそらく畑にまいた種とか苗が
芽を出す頃だと思いますし、まあ、コンポストの状況とかも、まあ、動画とかにしていけたらなと思っております。うん、まあ、今僕無職ですが、非常に楽しくやっております。まあ、晴れたら畑をちょっと見て、畑を耕して、まあ、YouTube の動画編集して、雨だったら、まあ、本読んだりとかですね。すごく快適でございます。かなりスローライフっちゃスローライフですけど、まあ、今までね、ずっと都会で仕事してきたんで、かなりアジャストするのが、調整するのが難しいというか、時間かかりますけど、まあ2週間もいればかなりいい感じの生活リズムになってきておりますね。なので、まあ参考になればと思います。ってことで、坊主の新居公開でございました。ありがとうございました。